キャプチャー方法の続きです。マインクラフトのプレイ画面を、Windows、メディア、エンコーダで、キャプチャーしたビデオファイルを、Windows、ムービーメーカー、2012で、編集します。まずは、キャプチャーしたファイルを再生して、編集するポイントを、押さえます。ファイルをドラッグ&ドロップして、ムービーメーカーに読み込みます。これには、時間がかかります。この時間をなしにすることもできますが、それだと、編集が難しくなります。例えば、33分、446MB の、ビデオを読み込むのに、私の環境では30分ほどかかりました。この時間を、ビデオの確認と、編集する流れをイメージするのに、当てても良いでしょう。もちろん、このビデオでは、カットしました。これで、読み込みが完了しました。デスクトップの右上に、時計があるので、だいたいかかった時間がわかります。まずは、プロジェクトを保存します。編集段階で、こまめに上書き保存するのが、無難です。次回から、このファイルをダブルクリックすれば、編集中のプロジェクトを、開くことができます。右に展開されたタイムスケールと、ビデオの再生画面と、その下のバーは、連動しています。それでは、編集を開始します。まず、冒頭は、アップデートの画面で、今回のビデオの内容にふさわしくないため、カットしたいと思います。カットする部分まで、映像を送ります。例えば、頭からここまで、28秒をカットしたい場合、編集の分割をクリックします。これで、アイテムが1つから、2つに分割されました。次に、冒頭の部分をクリックで、選択して、削除します。簡単でしょ？これで、スタートはこの画面からになりました。再生しつつ、編集する部分を見つけます。例えば、1回目の暖炉を作るシーンは、そのまま使います。暗くなってしまいました。どうやら寝るみたいです。ここは、関係ないので、カットするか、早送りにしましょう。問題の部分のスタート地点まで、移動して、分割をクリックします。今度は、問題のシーンの最後に移動して、分割をクリックします。
朝になったここです。問題のシーンを選択して、速度を変更します。今回は、4倍速にしてみます。逆に、重要な部分を、スロー再生することもできます。倍速にすると、いらなくない。でも、さして重要でもないシーンを、うまく次のシーンへ、つなげます。編集したら、左のプレビュー画面で、すぐに確認できるので便利です。2012から、ライブの名称が消えました。さらに、倍速時に、音声も速くなるようになりました。プレビューを見ながら、どんなナレーションを入れるか、考えています。この、間違いを修正するシーンは、カットしたいと思います。カットする前後を分割して、削除します。編集は、ほとんどこれの繰り返しです。カットした場合は、シーンのつなぎ目が不自然になる場合もあるでしょう。そんな時は、アニメーションを加えます。切り替え効果も、すぐにプレビューできるので、便利です。画面の移動が激しいものは、全く別の画面へ移行するのに、便利です。今回のような小さなカットは、控えめなアニメーションが最適です。2個目の暖炉制作は、1個目と重複するシーンが多いので、倍速を使います。先ほどと同じく、倍速するシーンを分割します。でも、この動画は、ここで大失敗しています。これをカットすることもできますが、あえて強調してみましょう。失敗シーンの手前で、倍速を終了します。なお、強調は映像ではなく、後から入れるナレーションで、実現します。失敗する手前で、等倍になっています。
感じで編集して、ここで違うビデオを挿入してみます。もちろん、最初と同じで、ドラッグ&ドロップするだけですが、初めて読み込むファイルなので、時間がかかります。読み込みが終わるまで、カットしました。新しいビデオの冒頭を、カットして、自然につなげます。さて、ここからは、大体内容を把握しているので、タイトルとナレーションをつけていきたいと思います。ナレーションは複数のファイルになる可能性があり、音声を挿入してから、その前の時間の映像を編集すると、ずれてしまいます。なので、最初にある程度、映像の編集をしたわけです。ビデオの冒頭に移動して、ホームのタイトルをクリックします。タイトルを入力します。文字の種類や、サイズ、色を変更できます。効果を変更します。タイトルが切り替わる部分にアニメーションを挿入します。こまめにプロジェクトを上書き保存します。さて、ここからはナレーションをつけていきます。ソフトオークを起動して、音声を作成します。ケース20の続き。ケース20の続き。ケース20の続き。ではありません。
ケース20の続き、ではありません。今回は、マインクラフトのプレイ動画を、作る方法を、説明するビデオのサンプルとして、作りました。ケース20の続き、ではありません。今回は、マインクラフトのプレイ動画を、作る方法を説明するビデオの、サンプルとして作りました。ケース20の続き、ではありません。今回は、動画を作る方法を説明するビデオの、サンプルとして作りました。よし、これを録音するよ。混乱を避けるために、名前を番号にします。ケース20の続き、ではありません。今回は、動画を作る方法を説明する、ビデオのサンプルとして作りました。できた。これを、ムービーメーカーに読み込みます。加える場所に移動して、ホームの音楽の追加、現在の位置に音楽を追加を、クリックします。作成した、音声ファイルを指定します。波形になっていますが、ファイル名に切り替えた方が、わかりやすいです。この要領で、02、03とナレーションを作成していきます。ケース20の続き、ではありません。今回は、動画を作る方法を説明する。ビデオのサンプルとして作りました。方法を説明する。ビデオのサンプルとして作りました。通常のサバイバルモードとは違い、資材を自由に使えて、どんなブロックも一発で壊せる、クリエイティブモードです。音声も、シーンに合わせて、スピードを変更するのが良いでしょう。だから、扱いには注意しろって言ったじゃない?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 次は、ケース20の続きとなります。最後まで見てくれて、ありがとうございました。次は、ケース20の続きとなります。いいね。時間も時間だし、ここで終了しましょう。分割して、残りの部分をすべて削除します。今回、キャプチャーの時点から、解像度を、1280×720 に設定しています。
ここから、ビデオとして仕上げるために、エンコードと呼ばれる作業に移りますが、今回は、720、プログレッシブでエンコードします。720でも、ビットレートにより画質が異なりますが、今回は、プリセットされている、Zune HD を使います。ビデオは、デスクトップに保管したいと、思います。ファイル名を入力して、保存ボタンをクリックします。エンコードにかかる時間は、選択した解像度、ビットレート、ビデオの長さ、コンピューターの性能に依存します。ナレーションに使った、音声ファイルが、デスクトップに散乱しています。コア数が、大いに越したことはありません。カットしましたが、エンコードが終了しました。それでは、編集したビデオを確認しましょう。ファイルサイズは 420MB です。アップロードする前に、ビデオに問題がないか、すべて視聴します。ケース20の続き、ではありません。問題がなかったので、YouTube にアップロードします。私の環境では15分ほどかかりました。アップロードした直後は低解像度ですが、時間が経てば720プログレッシブでも再生できるようになります。今回編集したビデオは実際に視聴できます。最後まで見てくれてありがとうございました。ケース20の続きではありません。今回は動画を作る方法を説明するビデオのサンプルとして作りました。